いや、めっちゃやってみたけど、どう？見てて面白いかな？はい、どうも、ケヤキの種です。ということでございまして、今日は取って出し。なんでかっていうと、上げようと思ってた動画が、ちょっとタイミングが悪くなりそうだったんで、お蔵入りになりかけてるんで、代わりにということで、今日はですね、ゲームアプリをやろうと思います。で、まだね、1回しかゲームやってない、ゲーム。YouTube とか見てると、たまに、面白いの、このゲームみたいなアプリゲームの広告が流れたりするじゃないですか。それの1個なんですけど、ダダサバイバーっていうゲームです。ちょっとやってみようと思いますんで、お願いいたします。で、どういうゲームかっていうと、まあ主人公がいて、こう、なんていうかな、こう武器をどんどん育てていって、逃げていく、相手を逃げながら倒していくゲームなんですけど、なんだったかな、ヴァンパイアサバイバルだったかなっていうゲームが、一時期めっちゃ流行ったんですけど、それのパクリゲーみたいなことです。ということで、やってみましょう。レッツゴー。で、こうやって敵が来るんですね。で、無理して動かなくても、こうやって戦えるんですけど、この緑のがポイントになってて、これを取ることで、まあ、こうやってレベルアップしていって、武器を手に入れるということです。で、最初、クナイを持ってるんで、こうやってクナイを持つと、2個今投げてますよね。最初1個だったのが。で、これでポイントがさらに上がっていくみたいな感じです。で、こう、もう、こういうフリックだけでキャラクター動いて、この攻撃技自体はその等間隔にやられると。今これ取ったのはこのバリアですね。これがあると多少敵が近くてもこうやってバリアに当たれば倒れてくれます。弱ければね。でもどん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 敵が強くなっていくんで、まああんまりこう敵に囲まれないようにちょっと逃げながら、あ、やばい、ちょっと怖いですね。で、勝つでもこうやってポイントは取りつつみたいな感じですね。で、これを例えばこのフォースフィールド発生式をどんどんレベル上げていくと、こうやってガードも大きくなっていきますね。このピンクの球は気をつけないとね、あれダメージになるんでね。はい、これ見たことあるでしょ、あのYouTube のね、広告で。おっと。さあ、来ましたよ。ロケット行きましょうかね。おっと。かなり大きい攻撃ですね。さあ、1回目やったときは5分生きれましたけど、ボスが出てきてね、負けちゃったんでね。ここには。で、この、イボルブって書いてあるやつ。これはね、こう、この下に書いてある武器を成長させるために使えますよってやつです。うん。で、例えばこの強力弾とかは、この攻撃力が全体的に上がるとかがありますね。お、ゾンビ犬が出てきましたよ。ゾンビ犬はね、こうやって、動かなくてもそんなにこう HP がないのでいけますね。でゾンビ襲来すると大量発生してゾンビが寄ってくるんで、こうやってで、これをじゃあいかにうまく倒していくかみたいな。あんまり近くこうなりすぎるとこうやって攻撃でダメージ食らっちゃうんで、まああんまり囲まれない程度に動く必要はありますね。片手でできるゲームだからいいよね。ほんと暇つぶしにはちょうどいいぐらい。ただ、ワンゲームが結構長くなりそう。さっき5分だったんですけど、うん。こうやって追われる形になると、こうやって少しずつ、こういうね、特大技とか持ってるといいですよね。一気に倒せるんで。こういう感じですね。だいぶ消えましたね。はい。タイプドローン使ってみますか。これ撮ってみます？ブーメランでもいいけどね。あ、これいいですね。おー、すごいですね。
ああ、休むんだ。クール時間があるんだね。ほう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 。すごいっすね。なんか、このドローンの動きすごいね。シュン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 。あ、ちょっとでかいの来ましたよ。こういうでかい敵とかが来るとめんどくさいんで、ちょっと逃げときましょう。雷いらない。コイン獲得取っときましょうか。おっと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 。やばいやばいやばい。あ、地味に、お、倒した。中ボス倒しました。で、中ボス倒すとこうやってラッキー列車って言って武器のゲットがしやすくなります。区内がレベル上がりましたね。これで区内がレベル3、最大5まで上がりますね。うわ、今ナイス。こんなしょうもないアプリクソゲーだと思ってたら案外ちゃんとしてますよ、このゲーム。お、動かなくてもこうやってほとんどダメージ食らなくなりましたね。お、ゾンビが来ます。やばいっす。で、肉とかね、本当は回復品が欲しいんですけど、なかなか集まりませんね。ちょっと動かずにしばらく様子見てみますか。よいしょ、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 よいしょ。ゾンビ犬は HP がちっちゃい分、結構回復には役に立ちそうなんだけど、ポイント稼ぎには。ちょっとじっとしてみましょう。こうやってじっとしてるとね、このバリアがあるおかげでほぼダメージは食いませんね。ちょっと HP が全体的にゾンビの強さが上がってきてますね。硬さがね。よしよし、動きましょう。あ、持ってないのばっかりですね。これちょっと取ってみましょうかね。おお、すごい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 。音がすごいね、グシュって。さっき5分で、あ、ボス到来ですね。あ、このボスを前回倒せなかったんですよ。で、このボス倒せたら多分、あれになれるんで、次のステージ行けるんで、倒したいんですけどね、全然倒せない。いや、強いな。足も遅いし。お、エナジードリンク。これ回復に使えそう。5秒に1個 HP が回復する。これでちょっと逃げまくりましょうか。逃げまくってたらそのうち、お、でもなんかだいぶ倒せそうです。お、さっきはここで負けたけどいけるかもしれない。きっと勝った。コンティニュー。お、3つだ。エナジードリンク、コイン増加、なんかですね。あ、攻撃力アップですね。うおー、めっちゃ取れた。お、めっちゃ取れてる。すげえ、バリアがめっちゃでかくなりました。ラッキー。で、これの、これをもっとレベル上げていきましょう。はいはい、いけ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 。わ、でも硬いですね。敵が一気に硬くなりましたね。あ、ていうか回復がめっちゃ回復されましたね。これは最高記録取れるかもしれない。よし。でもちょっとやっぱ攻撃力が全体的に弱いのかな、武器の。あんまり倒せてないですね。でも止まってても足が相手が遅いからそこそこポイントは取れてますね。おっと、わ、なんか走ってきた。怖い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 
あ、このピンクのは弱いからそこまで突っ込んで飛んで火にいる夏の虫状態って感じですか。あ、じゃあポイント稼ぎにはちょうどいいってことか。ああ、近づきすぎるとやっぱり攻撃食らいますね。もう持ってないか。経験値獲得を上げてみましょうか。そしたらね、成長が早くなるから。よーしよ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 し、いよいよ、よーし、ポイントをガンガン取っていかないとね。よし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 、火炎瓶と攻撃感覚が速くなる。これは攻撃感覚を上げてもいいね。うわ、この人たち結構硬いからな。でも攻撃感覚を縮めたから少しはいいかもしれない。強い。でも一応ダメージは食らってないけど、おお、だいぶ近づいてきてる。頑張れ頑張れ。あ、めっちゃ食らった。こいつらめっちゃムカつく。この紫のやつやだな。よいしょ。いや、これ抜け出せなくなってないね。え、積んでない？大丈夫？やばいやばい。積んだ。7分30秒ということで、いや、めっちゃやってみたけど、どう？見てて面白いかな。でもこういうゲームたまにやるとちょっとテンション上がるんで、ちょっといろいろと試してみようとは思ってますんで、また成長したらやって紹介しますんで、しばらくちょっとやってみようと思います。ということで、今日はこれのゲーム実況の第1話みたいな感じでやってみました。じゃあこの後も続けてやってみようと思います。それではバイバイ。